織物見本帳、橋立の表紙橋立は、日本遺産、丹後ちりめん回路を構成する48の文化財の一つで、登録名称は、織物見本帳、橋立。明治から大正時代にかけて、京都府北部の丹後地方で生殖された、絹織物の生地見本帳で、当時の丹後ちりめんの生地の国内向け生地見本のほか、海外向けに生殖された製品も示されている。 2017年4月、文化庁により、地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化、伝統を語るストーリー、日本遺産の単語地理面回路を構成する文化財の一つに認定された。単語地理面の始祖の一つ、茅谷に系統を代表する大規模な売り物工場、西山企業場で生殖された、あるいは単語地方一帯で生殖されたと考えられる。 明治時代末期から大正時代初期にかけての織物65点を収める。縦37.6センチメートル、横27.1センチメートルで一冊で構成される。表題の橋立は丹後地方を代表する継承地、天の橋立を意識したものと思われる。掲載されている65点のうち8点が実用新案登録されており、 その登録年は1906年から1908年となっている。海外向けと思われる記事は20点あり、柄を織り込んで刺繍のように見せた縫い取りや、芯の糸に別の糸を巻き付ける壁糸の技法を用いたものが多い。単語地理面は、1900年第5回パリ万国博覧会で、口王の村のうかいげ衛門が同場を受賞したほか、1903年、 第5回内国環業博覧会などで多数の受賞者を出しており、海外輸出を念頭に置いた生殖がされた時代であったことが伺える貴重な資料となっている。明治時代、織物に使われるキートは重要な輸出品となったため、国内の一般庶民向けの織物に使用するキートは不足し、キートのクズやズマ眉を原料に用いた防石糸や、 綿紙など、剣紙以外の素材を用いた織物が考案された。見本帳には、海外向けに考案された洋風の織物、剣紙のみで織られた本ちり面のほか、こうした国内向けの安価な織物も多数、掲載されている。織物見本帳橋立には、ページ数は、付記されていない。ここでは便宜上、台紙の順に仮版を付して、掲載順を記載した。なお、 一枚の台紙に、記事見本は、最多6枚貼り付けられている。実用新案登録品、一覧1ページ、8ページ、10ページ、13ページ、20ページ、その他の折り物、見本一覧、1ページ、2ページ、3ページ、4ページ、5ページ、6ページ、7ページ、9ページ、11ページ、12ページ、13ページ、14ページ、15ページ、16ページ、17ページ、18ページ、19ページ、20ページ、 ありがとうございます。